ミルナシプランはセロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬と呼ばれる抗うつ薬の一つである。日本で2000年に商品名トレドミンとして販売されている。抗発医薬品も出ている。日本での適用はうつ病、うつ状態である。薬事法における劇薬である。トレドミンはフランスのピエール・ファーブルメディカメン社で開発された。トレドミンの医薬品インタビューフォームによれば 名称は、トレランスイズドミナントから命名された。脳に直接作用し、脳内のセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害する。これにより、脳内のセロトニンノルアドレナリンの濃度が上昇し、うつ状態が軽減される仕組みである。セロトニンは落ち込みを改善させ、ノルアドレナリンはやる気を改善させると考えられている。通常、1日投与量 25mg 程度から、始め、 1 0 0ラムまで全増し、数週間から数ヶ月使用する。ただし、投与量は、年齢、症状に応じて、適宜増減する。稀に重い副作用として、セロトニン症候群や悪性症候群、痙攣といった症状を起こすことがある。在径としては1 2 5ラム上、1 5ラム上、2 5ラム上、5 0ラム上の4種が存在する。また、 他の製薬会社から多数の高発医薬品が発売されている。ありがとうございます。